はい、今月は、これから動画配信させていただきます。テキスト6ということで、今ちょっと秋田弁でさせていただきました。今回、レイドの仕様が変わったということで、レイドの仕様っていうか、ポケモンたちが、レイドバトルに出てくるポケモンたちがいろいろ変わったということで、今回ちょっとオムスターの方の検証動画になります。オムスターどうやってやっつけれるかという検証にお付き合いいただければ幸いです。まあオムスター取りたい方用というわけでもないですけども、ソロレードで、ちょっと検証してみました。こちらの方の両サイドの画像はゲームウィズさんの方での、情報となります。こちらの方を参考にさせていただいて、私もちょっとレードの方参加させていただきました。オムスターに効くということで、二重丸が草で、一つ丸が電気、格闘地面ということで、で、私のポケモンたちはこれ今一番最初選ばれたポケモンでまずはトライしようと思って、検証させていただきます。で、一番先が怪力、これマックス強化です。で、二番目がナッシー、これもマックス強化です。で、3番目がミュウツーということで、念力、気合玉が格闘系なんで選ばれたんだと思います。で、基本この格闘技と草タイプで挑むというような形です。はい。で、電気も効くということで、これも選択されました。電気ショック、雷、ワンゲージ技っていう感じですね。では、まずは1回目、ちょっとバトルの方を見ていただければ。どのぐらい削れるか、まずは怪力ですね。カウンターインファイトということで、本当はクロスチョップがちょっと効くとは言われてるんですけども、クロスチョップはもう生まれないんでね、前持ってる人が持ってるかどうかというような感じになります。カウンターとインファイトになります。ワンゲージ技です。もう原始のかけらということで、一応じゃ、あの、オムスターにとっては弱技になってます。ハイドロポンプの方が、いっぱい強技、強技。で、ロックブラストも、ロックブラストにはちょっと合ってないんでね、そこまでわからないんですけども。まずは、で、に、あの、2回目ナッシーということで、やっぱりナッシーのソーラービームそこそこ削れます。結構、草系で種爆弾と、ソーラービームということで、2発打てれば、まあ結構削れるなというイメージでした。ちょっと1発しか打てなかったかな、この時は。で、ここでミュウツー、サイコキネシス、念力ですね。んで、なんか気合玉が、格闘系の技なんで、はい。で、これもちょっと耐久力がなかったのか、まあ、オムスターの弱技にもこのぐらいの戦いしかできなかったのかなと。2回打てましたけどね。気合玉もソーラービームについて結構削れる方かなと。ただ、怪力の通常技は結構効きますね。削れてる感はちょっとあります、怪力の通常技。で、ワンゲージ技で、やっぱりソーラービームよりは削れませんけども、まあそこそこ削れるかなというイメージでした。まあ、タイムがね、どうしても、さっき黄色になるのが80秒ぐらいだったんでね、この時点で、ああ、やっつけれないのかなというようなイメージでした。はい。まあ、今回第1戦目は、怪力、ほぼマックス強化した怪力3体ですね。に、ミュウツーとナッシー。で、今、この後出てくる、サンダースですね。で、電気がそこそこ効くのかなというイメージでした。ただ、サンダースどうしても耐久力が、防御力が低いんでね、1回打って2回打てればいいかな、ハイドロポンプだと2回打てないんじゃないかなというイメージでしたね。で、ここでタイムアップです。で、やっつけれなかったですね。ちょっと甘かったです。
はい、甘かったっていうかオムスター強いです、強いイメージです。やっぱり硬いなというイメージです。これは硬いっていう感じですね。はい、で2戦目ちょっと布陣変えてみました。不思議種が有効だということで、不思議種じゃない、不思議花かで、不思議種高個体値になかったんで91の不思議種をちょっと強化させていただきました。両サイドはゲームウィズさんからちょっと引用させていただきました情報になります。で不思議花の方をこれをちょっと強化します。でマックス強化しません。ポケモンレベルっていうのがありまして、皆さんももう分かると思いますけど、30のラインでこう戦えるポケモンになるよということで、今ちょっと調整が入って 30.5 になると思いますけども、30のラインを目指して強化しております。でそれはどういったラインかっていうと、最初星の砂2500ぐらいから始まると思うんですけども、今これ強化してって今2500かかってるのが4000まで上がりましたね。で4000まで上がって4500まで上がりましたね。でここからちょっと動画の方の声も入っちゃいますけども、これで5000になりましたかね。でこの5000になってから2回強化したラインがポケモンレベルが30とされてます。今は調整入ったの 30.5 になりますけども、今1回強化しましたね。でこれ2回強化してこれが 30.5 になります。これがポケモンレベルで言えば戦える、そんな遜色なく戦える、星の砂をこう節約して戦えるポケモンになったよっていうラインです。ただね、やっぱり1人レードとか2人レードとかギリギリでやるんであれば、やっぱりマックス強化をお勧めします。今回はちょっと検証になるんでね、ちょっと30.5 で挑ませてもらいます。不思議花がどのぐらい削れるかっていうのをちょっと動画の中で見ていただければと思います。で第2戦目これも使っていければいいというふうに思って今使いたいと思います。布陣はこの動画にあるような感じで進めていきたいと思います。はい、まあナッシー、1回目でナッシーやっぱ使えるなっていうのを実感してます。で電気効くっていうことで、今回サンダーとサンダース、先ほどとサンダースの方ちょっと技違います。まあ、最初このマックス強化のナッシー種マシンガンとですね、葉っぱカッターと花吹雪、これワンゲージ技もう一つ強いのにできるのかもしれないですけども、でチャージビームと電磁砲で電気ショックと10万ボルト、これ2ゲージ技です。こまめにちょっと打つのも試してみました。でカウンターインファイトですね、で念力気合玉が格闘技なんでね、ちょっと削れるかなと。でこっちもカウンターインファイトです。ちょっとこの布陣で第2戦させていただきました。まあ不思議花とサンダーがポケモンレベル 30.5 です。マックス強化じゃないです。でまずこれはマックス強化のなしですね。やっぱり1回目やって2回目に挑んだ時、なしソーラービーム種マシンのソーラービーム使えるなというようなイメージです。ソーラービーム削れる幅が大きいなって戦って見ててそういうのを思いました。ちょっと避けながらでもね、2回打てればと思えば削れる幅が広がるんじゃないかなと思いました。で今回2戦目これハイドロポンプ、オムスターで言えばまあ強技なんで、2回打てないポケモンたちが結構現れるかな。ちょっと私も今これ動画見ながらちょっと喋ってるん でこれ1回目不思議花花吹雪ですね、ワンゲージ技。ただちょっとこの花吹雪はちょっとワンゲージ技でもなんか削れてないなというイメージ。まあポケモンレベルが 30.5 なんで、この防御力も少なく1回しか打てませんでした。このサンダーもポケモンレベル 30.5 ですね。で、サンダー、これも多分耐久力ないと思うんで、ただ一発は打ててますね。
ハイドロポンプでこんなに削れられました。はい。ちょっとね、いろいろバグって、多分これ一発しか打ててないです。なんか削れる、電気どうなのかなーって、もっと検証が必要だと思ってますけども。で、これ、マックス強化のサンダースです。100% サンダース。私のお気に入りです。こまめに打てて、ちょこ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 削れてるんじゃないかなというような、イメージでやってました。なんか、このサンダースは使えるかな。まあ、やっぱりマックス強化だと思います。ソロレードで向かうんであれば。で、2戦目のここあたり編で思ったのは、やっぱりナッシーの空に持ったナッシーを4体ぐらい揃えれば、ゴリ押しでもしかしたら勝てるんじゃないかなというイメージを持ってます。ただね、やっぱり砂ちょっと痛ましくて、マックス強化するかどうか、ちょっとそれでまた検証動画作るかどうかちょっと迷ってるところです。で、気合玉ですね。気合玉もソーラービームぐらい削れてるかなというイメージがあります。ただ通常技が最高系なんで、どうしても総合で言ったらやっぱりナッシーなのかなというイメージが強いですね。あともう一つやってみたいのはこの怪力だけっていう、まあ削れませんでした、倒せませんでした。思った以上にオムスターソロレードで行くには硬いなと。で、こちらオムスター3戦目ですね。これもまた違う布陣で臨みました。こっちの方もちょっと参考にしていただければ。18,915ということで、まあ怪力とあまり変わらないんで、ソロレードでもやっつけれるだろうなと思ったのがちょっと甘い考えでした。はい。でね、あれ回復してなかったのか、回復してたと思いますけども、ギャラドスも選ばれたんですよね。ドラゴンテールとハイドロポンプと紙砕くとハイドロポンプのギャラドスの。で、こっちの方もどのぐらい使えるのかなというようなところを見てもらえればと思います。で、モンジャラも選ばれたんですけども、モンジャラね、どうなんでしょう。まあちょっと今これモンジャラ使いませんでしたけどね、ちょっと選ばさせてもらって、ナッシー、怪力で、ここちょっと草系だったんでウツボット使わせてもらいました。これ通常技が毒なんでね、ただソーラービーム持ってるんでどのぐらい使えるのかなと思ってちょっと入れさせてもらいました。まあ結果は、まあ見てもらえればわかります。ちょっと見てもらえれば。で、1体目怪力ですね。カウンターインファイト格闘技、種マシンガン、ソーラービーム、草ですね。で、こっちがドラゴンテール、ハイドロポンプ、ドラゴンと水ですね。水には水、まあなんだ、等倍っていうか、すごく効くわけではないですけども。で、毒とソーラービームなしですね。最後にルギアの方置かせてもらってますけど、実はルギアまでちょっと行ってません、時間的に。3回とも出てきましたね。やっぱりナッシー使える、ナッシーのソーラービーム、種マシンガンとソーラービーム、今も打ちますけど、ワンゲージ技ソーラービーム打ちましたけども、結構削れる量大きいなというイメージは否めないです。結構やっぱ削れますね。ちょこちょこ種マシンガンも通常技も削れてる感じがします。まあハイドロポンプでそれでも2回打てましたね。まあ逃げながら2回打つっていうのはちょっと必須だとは思います。で、怪力ですね。怪力結構通常カウンター技が効いてるなというイメージでした。ワンゲージ技もソーラービームほどでもないですけども、結構削れてるかなというですね。112秒、際どいですよね。やっぱりオムスター硬いイメージです。なかなか削れないイメージ。100秒、この時点で、まあもうちょっとこの時点で記録してみたかったんですけどね、鶴の道毒系なんでね、今一つです。ちょっとソーラービームに期待してみました。ウツボット俺結構好きなんでね、これで
使えればどんどんちょっと増やしたいなぐらいに思ってたんですけど、そうでもなかったです。うん、ムスターにちょっと、ちょっと草の技にしてもう一回ちょっとトライしてみようかなという気にはなってますけども、67秒64秒でまあ2回打てたかな、一応マックス強化なんでね、はい、でここでギャラドスです。ギャラドスがどのぐらい削れるか、まあギャラドス結構耐久力がある方、電気にはかなり弱いですけどね、水系にはそんな、なんだろうなと思ってトライしてみました。やっぱり削れる幅はたかが知れてたのかなという感じですね。CP も高いんで結構削れるかなってちょっと期待しましたけども。はい、結果、第2戦目が一番削れたかな、第2戦目の布陣が一番削れたかなという印象でした。で、あとは、やっぱりナッシー4体ぐらいか、怪力5体でいけるかな、ちょっとその辺も一度検証してみます。ちょっと今回あまり時間なくて検証に、いっぱいできなかったんで、はい、いつかソロレードでこのオムスターをやっつけたいなとは思ってます。まあもうオムスターソロレードでやっつけたっていう動画もアップされてるとは思いますけども、まずはこういった状況になります。オムスターレード参戦ご視聴ありがとうございます。参考になって面白いと思った方はグッド評価よろしくお願いいたします。重ねてチャンネル登録の方もお待ちしております。ありがとうございます。これからも検証動画やポケモンに関する動画の方を配信していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。